俺たちは桜にされてんじゃねえよな。いや、今のこの国このままにしとくのか。想像力が平和を築く。俺らが変えるんだ。俺が昔描いてた未来像からはかなりかけ離れてしまいそう。そんな現代2002年の日本、依然偽善がまかり取り腐る一方。唯一進歩遂げるのは科学だけで、使う方はそう簡単に変わるわけね。ローマはならねえぜ一日で。だからガキのうちから意識して、嫌なもんだろうが目にして耳にして育つ。タフな雑草のような環境、一切ダチョウ。必要に応じた新しい発想、葛藤が生む次のアクション。それが痕跡や未来の柱、その土台固めな俺たちだ。 I believe that you're another future。 間違いねえぜ We need Hey yo hit me。 この現実の影響で Generation ね、From the egg。 情報化の成功で Generation ね、To the neck。 この現実の影響で Generation ね、From the egg。情報化の成功で GENERATION ね、yeah。 おかしくなっちまう、もうこのままだと汚れすぎてるこの世の中は。もう今の子供たち大人になる頃想像、世界から暴動、テロ戦争の報道も多くなってて、人々は勝手で結構無関心で、なんかあっけねえ。分かってて罪を犯す異常者、将来の安定のためにも理想は自然に優しいソーラーパワー自動車。世の中を知的にしようとする地上波、人体に不健康なもん売らねえ会社。新陳代謝考えて減らす被害者。未来じゃ自分が誰か教える教育、それと弱いもん守るべき法律、それが下げる自殺での死亡率。環境リサイクルして景気回復、やらせだらけのメディア、もう茶の間のメニューは全部バレバレ、マスヒステリア。次世代的思考がきっと利口、新しそうだから話を聞こう。この現実の影響で GENERATION ね、From the egg。 情報化の成功で GENERATION ね、To the neck。 この現実の影響で GENERATION ね、From the egg。 情報化の成功で GENERATION ね、To the neck。競争意識と共存意識、バランスの保たれた高等知識。上昇思考有言実行すればきっと聞けるはずだぜ吉報。だから keep on moving。 まるで事件、自分にしか歩けない道を行け。 Yeah the generation next to the next to the next to the next。こんだけ終わってる時代に育てば、何が問題なのかの本質捉えた。今少しずつ見えては来てる答えが、十分な知識と思考力備えた新しい価値観、新しい発想、新しい立場、新しい学校。次の世代に当然合わせた焦点で、たくましい男になってく少年。この現実の影響で GENERATION ね、From the egg。情報化の成功で GENERATION ね、To the neck。 この現実の影響で GENERATION ね、From the egg。 情報化の成功で GENERATION ね。